土曜朝8時はウェイクアップ。爆撃が落ちてる音っていうのは結構街中にこう響いてる。でこのある首都のキーウに住んでる女性の家で撮ってる時、もうその音っていうのは中にいても聞こえる。こんな感じで、このキリスト教の映画非常にこう切なく見えたっていうか、なんかこう部屋の奥でやり場がなく居場所がねえなみたいな感じの佇まいだったっていう、今年3月、軍事侵攻が始まって間もないウクライナに入ったジャーナリストの小西優真、24歳。爆撃されたのが、ここ10分前ぐらいだったんですけど、爆撃された模様です。爆撃された場所は軍事施設。昼夜を問わない爆撃を受け、変わり果てた街を取材し続けた3週間。20代にして初めて、戦争の現場を目の当たりにした。初めて、いつ死ぬか分からないっていうことの中で生きていくっていうことはこういうことなんだとか、昨晩もですね、すぐそばにミサイルが4、5着ぐらい通過しました。すごい轟音が鳴ってですね、10秒後ぐらいに窓の外を見ると、まだミサイルが飛んでいく様子が見えます。あ、今も鳴ってますね。これが聞こえますか。小西のルーツは高校時代、留学先のイタリアでできた友人がシリア難民だった。しかし当時は難民問題を知らなかった。大切な友人の痛みに対する無知の悔しさから19歳でこの道へ。ロヒンギャ難民や香港の民主化運動などの現場に赴き、ドキュメンタリーを制作してきた。これは小西が現在制作中のウクライナのドキュメンタリーの一部。非日常の中で生きることを強いられたウクライナの人々の生活がありのまま描かれている。でも誤解を恐れずに言えば、やっぱり一番驚いたのはやっぱり自分自身がどう変わっていくかっていうことですね。取材過程において自分自身がどういうふうに死っていうものに対して反応しなくなるか、その道に置かれている殺された人たちの遺体に対してどういうふうに反応していかなくなるのか、でそれが非常に印象に残ってますね。一番でもやっぱり僕は僕自身の中に人間っていうものがどれだけ簡単に変わりうるかとか、暴力的なのかっていうことをやっぱり自分自身の中にまずやっぱり見た。戦争も、人間の一部っていうことですかね。今回小西が訪れたのは大阪にある広告高校。カメラを向ける先には、遠く離れた国から戦火を逃れ、たった一人で大阪に避難したウクライナの青年、パーコム地区オレクシー、17歳。小西にとってウクライナから日本に避難してきた人を取材するのは初めてのことだ。But you don't have like a clear memory about that time. Yeah, because it was too emotional, like, and not the best emotions, to be honest. It was a panic, some like primal fear for survival. 家族や友人と首都キーウで楽しく日々を過ごしていたオレクシー。しかし、2月24日の軍事侵攻で彼の日常は一変。家族でポーランドに避難した後、
日本の団体が避難民の支援をしているという情報をネットで知り応募。父をウクライナに、母や妹をポーランドに残し、単身日本にやってきた。ありがとうございます。オレクシーがこの高校に来ておよそ1ヶ月。チキンナゲット、バーベキューはマスタード、バーベキュー、バーベキュー、バーベキュー、ノーマスタード、マスタード、マスタード。想像もしていなかった新たな出会い。オレクシーと共に学ぶ生徒たちはウクライナの状況により関心を持つようになっていた。友達にそういう境遇の子がいることでさらに深く考えるようにはなりました。また違う国での戦争っていうのはどういうものなのかっていうのをやっぱ知りたいなっていうふうに思います。オレクシーが暮らすのは学校の寮。留学生のルームメイトと2人で過ごしている。漫画やゲームのほか音楽も趣味。ギターで奏でたのはウクライナでも弾いていた曲だ。小西も当時、半年前までオレクシーが暮らしていたキーウで取材。町や人々が変わり果てる様子を目にしてきた。そしてふとあることが気になった。 Maybe some of your friends are already like 18 years old in Ukraine and have to remain. Actually, there is nothing we can change about it. So they just accept it. So.そして気がかりなのは離れて暮らす家族のこと。 Hello. Good to see you. Зараз війні, повітряні тривоги, але більше почастішали. Тобто, ну так, вони щось готують. Ракет використовують більше.母国を案じウクライナにとどまるつもりの父、そして遠く離れた平和な大阪で新たな一歩を踏み出したばかりの自分。 OK, thank you guys. Thank you guys. Yes, have a nice day. Have a nice day. You too. I'm happy to talk to him, but I don't know. It's like complicated.自分だけ避難してそれでよかったのか、罪悪感を抱くこともあったという。I like this place. If you are not going back to Ukraine and the war is still going on, in case war is still going on, if you are not going back, you and your fathernever can be. Maybe. My father can die, like, suddenly. It's like, no one is safe. So, yeah, maybe... There is nothing I can change that. So, that's it. He can die, I can die. So, maybe...We'll not meet, but I hope for the best, and I'd like to meet him. Thank you. なんか笑顔の人でもやっぱりちゃんとその奥側を見つめていたいなっていうのは今日も思いました。だけどそういうふうに生きざるを得ない人間っていうのはやっぱりいるっていうことは、それを免れた人間はちゃんと考えなきゃいけない。
Yeah. Thank you once again. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye. Bye. またね。一学期の終業式の日、オレクシーは全校生徒にウクライナでの経験と今の思いを伝えることになった。So at the February 24th, like, so I was just playing in my room playing the games, and suddenly my younger sister comes to my room and says, "Hey, Alexei, look here, I'm gonna take a photo. Maybe with Dad today, so I'd like to make a photo of you." Half joke, half serious. As you get home, hug your mother, ask your father how he's doing at work. These are such lovely little things I miss so much right now. ありがとうございます。ありがとうございます。小西が制作中のウクライナのドキュメンタリー。今企業と手を組み学校の教材として活用するプロジェクトを進めている。企業の代表もまた小西と同世代だ。説明とこの大切な人っていうのって何を指そうとしてる。いやこれむずいよ、うん、それを答えるのは超むずいんだけど、うんうん、小西は映像を見て学ぶ生徒たちに向けエッセイをしたためていた。ここでの大切は人のことを考えて思いやって何かしらその人のために何かをするっていうことをしていってほしいのかな。まあそうだよね、うん、うん、だしまあ分かりづらくても何こうそれこそこの間取材させてくれたオレクシンとそうですけど、笑顔でも内心では泣いてる人間のこともちゃんとこう気づいてあげれるような人になってほしいし、自分がそんな崇高な人間ではないんですけどそういう人が増えたらそれは嬉しいよね。だしなんかこの間ちょっと話したと同じ空の下で今起きている戦争、何を感じ伝えていくのか。理解してほしいと思って作ってるわけじゃない。そもそも自分自身も理解してないですし、ただこのそのくすぶった理解できないという種がちゃんといろんな局面で今後その見てくれた人が生きていく中で何かを理解していくことのスタートの栄養になってくれたらなっていうのは思ってますね。だからこの映像では何も完結してない。だから見た人も多分何も完結しない。そういうふうに作ってますね。